皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は8月1日です。新月です。今まで2回坊主だったところで再挑戦です。発電機とはですね、だいぶ離れたところに HID を持ってきてやってます。サイさんのメタルハライドは風が強いっていうことで移動することになりました。今ですね、移動してきて、で、私のトラックがあと2台に来ます。今回も厳しいですかね。ちょっと山が遠いんで、側所少しは飛んできてるんですけどね。あとは HID もう一回チェックに行きます。19時56分です。場所をちょっと移動しました。こっちの方が虫の引きはやっぱりいいみたいですね。ただ風が強いんで、どうだか側もうすでに来てますね。20時になりました。今日もなんか微妙な気がしてますね。3度目の坊主かな。私常々いつも思うんですけどもね、長靴のこれがですね、前にくっついてて、この形状なんですけども、この三つ馬マークのこの長靴、結構気に入ってるんですけども、でここに入らないように締めるようになってるんですけども、これをちょっと今締めてみますね。締めた状態です。締めるとですね、この留め金がこう内側向いてですね、とんがってる側がこのすねに来るんですね。で、歩くたんびにここを押さえて非常に痛いんですね。なんでこんな形状になってるのか不思議なんですけども、なんかツボがあって効くんですかね。むしろこれ前だと骨に当たって痛いんで、最悪まだ後ろの方がいいのかなっていう気もするんですけども、場所とこの形状についてですね、ご一考いただきたいかなと。今ですね、このガスリーながらなおかつですね、風が山から谷へ向かってガンガン吹いてますね。なんかいつもこんな感じで天気が変わりやすいんですね。ここ条件さえ合えば来ると思うんですけどね。ちょっと谷川で降りるのがしんどいんで、来るまで待ってます。いらっしゃい。しびれるガスリ加減になってまいりましたね。ガスるのもこのスクリーン効果って言って、結構広い範囲から虫が呼べるようになるんで悪くはないんですけどね。ただ山から谷向かって吹いてるんで来れないですよね、これじゃね。8時20分 HID が終わりました。発電機へ戻ってまいりました。飛んできてるのはですね、セミが来るぐらいならクワガタ飛んできてもいいのにな。晩ご飯は今日は遅くなりましたが、統一調合米粉肉感風味をいただきます。9時6分になります。私のところに来ているのはこれが唯一の統一でございます。10時40分です。ガソリンが終わりました。サイさんのところにはしっかり手の回ってますね。カーブと今日が緑色濃い。アドマチック天国真似してみました。
ただいま10時半です。サイさんのところに台湾ミヤマ来ました。初めてですね、この場所でクワガタを見ました。黄色い街灯なんですけども、テナガが来てました。メスばっかりですね。なぜか。白のですね、LEDライトですね。テナガのクワガタメスですね。全鏡が赤いタイプですね。6時まで通れないということで、今チャイさんが聞いてくれるそうです。できまして、ハイライフで夜のおやつです。ジャーイー油飯をいただきます。平田がいます。この辺の子、チャイさん、いつもありがとうございます。